はい、皆さんこんにちは。今日はですね、よく質問されることなんですけど、大体浮かれたらどのぐらいかかるんですかってことについてお話をしたいと思っています。で、体験記見ていますよね。で、おそらくこのぐらいかかってるはずなんです。3000時間ぐらいで、で、これ普通です。で、これでも少し早い方かなっていう感じがするんだよね。で、もしこれに選択科目があるって話になるならば、あとプラス1000はかかるでしょうね。結構大変です、実は。となると、やだなっていう感じがしますよね。じゃあ、これから勉強する方ね、入門講座を受けて何回やるんでしょうか。だいたい110回くらいしかないんですよ。これ、ワールドでこれって話になるんで、で、そうじゃなくてもうちょっと下がりますよね。かける3で330時間しか取れないわけですよ。インプットで。10分の1ですよね。そうなると。これで受かるんでしょうかね。うん。で、受かるからやってるわけだよね。で、分からない人はこれ多分この後やみくもに取り始めるんですよ、多くの講座って。で、帰って森に入っちゃって時間だけ行くんだよね。で、時間だけ行ったとしたって多分社会人なので1日2時間ぐらいでしょ、取ったって。そうなるとどんなにやったとしたってたくさん取っても500ないしは600絶対足りません。これでは足りないんです。じゃあ本当は何をやったらいいのかって言ってるんだよね。本来から言うならば最大限の講座を取って一応前提に自覚をできる力をつけるっていうのが前提なんですよ。で、それなりに本当はやってるわけね。で、講義だけ受かるんだったら誰も苦労はしないです。あの、大学受験で講義を受けて受かるってことはありましたよね。多分ないと思うんだよね。自分で咀嚼をして自分で考えて自分で最後は通り受けてやったと思うんですよ。同じです、試験だって、ね、ということは何ができることが前提となるのかなってことだけど、この330の中で自分で自覚をできる力をつけなかったら本当はコース失敗なわけですよ。で、失敗されたらしないわけ。じゃあ自覚ができる力って一体何でしょう。いくつかありますよね。まず明確なのは担当の問題を自分で解けるかって言ったんです。これができるんだったらある程度自分でできます。で、おそらくそれができるようになるならば1時間がそうだな、これがだいたい 2.5 時間とか3時間ぐらいに相当する質に変わるんですね。濃度を濃くするって言ってるんですね、勉強としては。そうなるとこのぐらいに変わります。で、さらに量の問題を読めるかって言ってるんです。今結構読むのが難しいんです。長いからね、文章が。その量にびっくりしちゃってできないってことになるんだよね。で、これもこれができるようであるならば多分自覚ができます。あ、こう読んでこう書けばいいんだ、書くだけでも書く項目が上がると思うんですよ。で、そこまでいくならば多分50点は多分論文試験試験がつくでしょうね。で、54点で合格なのであと4点です。そうなると、で、これは不可能な形ではないのね。実際上私は入門講座って春と秋にやっています。で、秋の方で11月くらいから始めて3月までなのね。で、それでも結構受かってるんですよ、確率は。それどうして受かるんでしょうかというと、この講座全体として考えるって勉強やってるんです。なんで担当の問題ってこうなっていて、なんでこうやって解けるんでしょうかっていう勉強してるんです。で、これがいわゆる面の勉強です。面、ね、普通は教えて暗記をしよう、これ点の勉強なんですね。で、これやっちゃうと全部3000時間かかります。これやってはいけないんです。面の勉強をやるんです。1点やって10点終えなかったらいかんってことを言ってるわけね。早期できれば多分1時間が5時間分に相当します。こうなれば多分1回、少なくとも2回では多分受かると思うんですね。ぜひそうなって受かってもらいたいと思っております。で、そのためには何をこれからやったらいいのかということについては次回喋ろうかなって思っております。